覚えてない。え、なんでカリスマ覚えてるの？オーダードレディです。そういうことか。昨日そういう結論が出てました。もう今オーダードレディ。今一人見てるよ。え？見てる。誰が、これガクさんが流してる、ツイッターとかになんか流してますよみたいなことは言ったんですか？うん、一個流した。あ、でもまだ流してないかな。これを押すとツイッターに飛ぶのね。はい。で、これで今ツイッターに中継中だってので、はい、なんかウェブ的なお話しますか？この前書いたエントリーが結構好評を得てなかった。何のエントリー？ロール属性指定しよう。あ、書いてたね。みたいな書いてた。その辺僕より原田さん。原田さん、はい。ネオタグさん。原田さん、RDF とかすごい詳しい。RDF とか何ですか？それ食べられるんですか？美味しいですか？嘘こけ。まあ、今日は完全に飲み会でございます。これが今火ついてますけど、ちょっと前こっち向けたらダメだね。今火ついてますけど、これあんこ鍋。あんこ鍋です。今日はみんなで、今日は月島に来ております。残んない。このあ、もうなくなっちゃった。あ、あったこれが今直りかけです。箸でちょっと刺しますけど、これがあんこです。すいません。で、それのものすごい大量な量のものがですね、この中に入ってるんですけど、あの出来上がれば蓋が開きますので、これ一人がまた見てるか。今二人だったのが来て、まあ、これは何ですかね。これなんで、はいはいはい、誰が見てるかとかっていうのが分かんない。なんかツイートしてくれると誰が見てるのか分かる。大概いつもね、谷口さんが見てるんですよ。谷口さんか中川さんっていうユーストの中川塾っていうのがあって、その人はよく見てたりして、あ、言っちゃった、いなくなっちゃった。ゼロになっちゃった。でもこれ録画されるので、あとでみんなで見ることもできるし、はい、私になくなっちゃったけど、もうちょっとは4つぐらいでよろしいですか？もう全然いいわ。すごいぞ。日本酒はいいです。ちょっと津波見てくる。いいですよ。もう本当よ。先はこっちなんですか？うん、もう本当に良かったです。ここで過ぎちゃいますと、縁が切れてしまう。うん、っていう、ああ、一応なんか、はい、もう誰もいないですが、なんか日本酒はこっちで釣ると縁が切れてしまうので、大体こちらで釣りたい。あ、そうなの、ね、はい、それはどこ情報ですか？何情報だろう、わかんないですけど、どっかで載ってた。なんかお酒はあの注ぐ方で注いではいけないということです。多分部長さんとかに、あの50とかの、あ、年上の方に、はい、部長さんとかにそういうことをすると、できるなと思われる、まあ、あのノミニケーションが僕に第一の僕に。だそうです。まあ、鍋ができるまでちょっと一旦止めます。